これですね、80勝20敗というこのシグナル通り投資すると総の集計が全部出るんですね。でこのインジケーターは、まあ、シグナル出たらその通りでもいい、は結構難しいんですね。で一回シグナル出てから落ちてから上がると勝ってもですね、これなんか見てるとそうでしょう、こう一回落っこってますね、これなんか落っこってますね、そんなに。ですからそのシグナル出てちょっと落ちて上がることを予想してね、投資するというですね。だからシグナルから逆にちょっと投資するんですね。その方がね、こんなのだと落っこって上がってるでしょ、こういうのがあるんですよ。だからこういうのには勝てるわけですね。これも下がって上がってますからね、勝てるわけです。これ100ピップスとか200ピップスなんですね、これ何ピップスかな、レム口座ですね、これね。ここ、ね、で、これも、ね、200、200ですね、今ね。100ぐらいでいいと思うんだけどね。中曽根総理がもう100歳越したんですね。101歳ですか。今年ね。前、パナソニック追い出された時に、優秀な技術者の社員を、正社員をクビにしたっていう、私のことなんだけどね。やったんで、中曽根総理大臣が、世間に教えてくれましたけどね。まあ私技術者って何度もなんですけどね。そんなことで。なんかその総理大臣とはもう40歳年が先輩ですからね。私のとこも、じいさん2人とも、2回目の母のじいさんは防衛庁技術研究所の所長でしょ。私の方の本家のじいさんも閣僚をやってたということですね。で、これですね。私は2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリストのハンマー先生です。本家でもあります。ハンマー家の本家の貴族です。手の家とは違います。最近君が代の方はね、私の当てて言わなく歌わなくなったんで、まあ貴族的なつながりという意味にちょっと変えてきますよね。前は格言に私のことで呼んでたんですね、君がよでね、世間がね。今私が私のことでじさん父ね、私の名前が岩尾がついてるんでそれで歌ってると言ってるんですけど、確かにそれはそれで歌ってまして、今は提示したら重ねて言わなくなったんです。まあそもそも私のために作ったわけじゃないですな、君の名はね、ということですね。例えばミュージックフェアなんかのでもいい曲でしょ。あれはね、父が仕事で通ったから、父がね作った歌じゃないんだけど、貴族がね通ったんで、ちょっと花が咲いたというような、ね、世間にとる、ね、感覚で流れたんですね。他にもたくさんありますからね。そういうことです。どうもありがとうございました。このようにインジケーターね、で勝率が正確に出て、いい位置に自動で合わせてくれてまして、そのシグナルから逆にちょっと稼ぐと。いつもちょっと落ちるんでね。絶対いいんじゃないかなということで試験投資します。で、これで勝てればこれで永遠に稼げるんじゃないかと。とても楽しみですね。あと、RSI の方というのは再現性がないですね。
AO の方が入って AO2 の RSI2 の方じゃないとダメみたいです、ね、そんなことが分かりました。これのこれ今ブートなんですね、出てないか、いや出てないね。でこのインチペタグッドですね、ということですね。どうもありがとうございました。